帰りがけに寄ったお土産屋さんでね、ちょうど動画切ってる時だったんですけど、最後にちょっとバイク見せてって言って出てきたんですね。うん、まあ、バイク好きな人だったんでしょうけど、いろいろ話してる中でですね、まあ、こんな日だから十分気をつけて帰ってください。ああ、分かってました、気をつけて帰ります。まあ、こんな日にバイクで来るんだから、もうこういうのに慣れてる人でしょうけどね。慣れてない。大丈夫だと思ってきただけなんだよ。安全運転で行きますよ。ですね、まあ、当初はね、山の中通って帰ろうかなとか思ってたんですけど、紀伊半島縦断してね、横断してですね、十津川村とかの方をね、通りながら帰ろうかなと思ってたんですが、明らかに雪雲がね、かかってるんですよね。雪雲がかかって、じゃあちょっとダメでしょうと。昨日と同じように、海沿いのルートで帰ろうかなと思います。昨日とは打って変わってですね、風浦をですね、しかも、昨日は、反向かい風、斜め前ぐらいから風が来るって感じでしたんですけど、今日は、斜め後ろから風が来る感じなので、非常に快適です。というよりね、ここがすごいね。岩が綺麗だ。またどっかで泊まろうかな。おお、すっげえねー。やっぱりここはすごいよね。南紀の海っていいね。ラムサール条約登録湿地だって。いいね。すっごい綺麗だね。岩いいや。ちょっと待って、やっぱり止まる。岩好きにはたまんねえな、おい。おお、あの岩かっけえ。止まってばっかでも先進めねえよ。岩いいよな、かっけえな、かっけえよ。この辺とかから行けるのかな。いいよねー。うおーおー。変な規制がかかっちゃうよ、もう。いいねー。いいねー、いいねー、いいねー。いいねー、いいねー。おー。おー。おー。なんだ、おい。でも。ここじゃねえな。おお、すっげえ。
ラチナ色の海、かっけあ、ここの港見たいなと思ってたとこじゃね、入れるじゃん、こっから入ろうよ。違ったっけ、あ、ここは一回見たところだな、ここは行きに寄ったな、ここは行きに寄ったよ。沖縄の島とかね、行きてえな、おい、かっけえ、なんだもういいなあ。あれなんか止まるとすっごい風強いんだな、おい今日はやっぱり追い風参考、追い風できてるからねえ、帰ってる分にはあんまり風を感じないので快適なんですけど、止まると風強いわうわーすっげー、たまんない、うわーお、何、どっか止めれないのこれ、すっげーなおい、なんなんこれ、うわー、感動、なにこれ、すっげーなおい、ここ一旦止まれる、あ、駐車禁止だった、すっげー、立ち入り禁止なんだ、すっげー、やっぱ和歌山いいなぁ。こんな天気の悪い状態でも最高だよ、これ。すっげえ、うわーこれすっごくいいよ、これすっごいな、おい、へえ、あかんと進めねえ、これなんだよ、これすっげえいいよやっべえだわ、これかっけえ、あれな、あ、なんだよお前、ここ空いてるよ、おい、うわー俺これたまんねえな、すっげー絶景だー、これ最高だね、いやいやいや、いいところ来たよ、これね、この道ね、以前にスカイダーでも通ってるんですよ、スカイダーで撮ってた時もね、うおすげえいいなーとか思ったんだけどね、やっぱスパイダーに比べてバイクは姿勢がだいぶ高いからね、景色がよく見えるから、まあ
快適、すっげー。こんな山の中もいいや、言わないもん。港か。おお、でも港もかっこいい。なんだよ、めっちゃかっけえな、おい。降りるとダメだろうな。降りるとその先が見えねえもんな。